こんにちは、みゆです。今日はこの後仕事で沖縄へ行くんですけど、車椅子ユーザーの私が出張の時にしているパーキングを撮っていこうと思います。まあそんなにね、みんなと変わらんと思うけど、まあこんな感じでやってるよって感じで撮っていくので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それではやってみよう。ここに入れなきゃいけないものをバッと置いたので、これをきれいにね、詰めていきたいと思います。ちょっとね、足床にね、長時間座ると痛いんでクッション引きます。とりあえずここに今適当にね、入れなきゃいけないものを置いたので、これをね、下に置いて入れ直していきます。きれいに。はい、出し終わったので進めていきます。もうね、出発までね、1時間切ってて、あと40分くらいでお家出て羽田空港向かわないといけないから、ちょっと急いでやんなきゃいけないんだけど、まず洋服。私ね、いつも手作り 2,3 時間くらいかかるんだけど、その理由が洋服。洋服を選ぶのに早くて1時間ちょっと、遅くて2時間とか2時間半とかかかるので、1泊2日とかだったらかかんないけど、大体出張の時って3泊4日とかするから、そうなると2、3時間かかります。洋服のさ、決まればもうあと早いのよ。 iPhone のメモ機能にパッキングリストみたいなの私書いて、そこに、まあ、その時の出張に必要なものを追加するだけみたいな感じになってるから、洋服さえ決まればね、割と早いんだけどね。とりあえず一旦洋服は畳んでいきます。なんかここタグついてんねんけど私なんか新しい服は1回目着る時にタグをね、着る派なんですよ。だから家とかにさ、洋服とかいっぱいあるけど、1回も着たことがない服はタグつけっぱなしであるもん。あ、これ1回も着てないんやなって分かりやすいはい、ということで、この100均の圧縮袋に入れてきます。これはね、ダイソーとかで売ってる。これはさ、なんかただのなんかピンクのさ、洋服のデザインが書いてるやつなんだけど、前メロとかもあって可愛いの売ってるから、キャラクターもので、ちょっと前メロとかよりもこっちの方がでかいから、服はね、どうしてもやっぱこれに入れがち。洋服を圧縮していくんだけど、着る前にさ、めちゃめちゃシワシワになって目だなって思うから、着は割とふんわりめにして、帰ってくる時はもうガッツリ圧縮して帰ってくる。で、あとなんか入れるときは帰ってくる日に近いのをこう入れる奥に入れて、最初の方に着るものを手前に入れてる。今回沖縄は3泊4日かな。今日の夕方便で飛んで夜に着くんだけど、沖縄そっからまあ泊まって、次の日イベント、明日イベントで、次の日観光して泊まって観光して帰ってくる。だから3泊4日。だからね、洋服はさ、まあ最低3着でいいやんか。着ていくのと、向こうで決めて3着って感じでしょ。だけど、私なんか、泊まる以上に洋服持ってったりするよね。今日はね、本当に、もうシンプルに3泊4日で着ていくと、3着新しいの入れてるんだけど、めっちゃ観光するときにさ、1日10カ所とか回るときあるんだけど、そのときは、もう着替えるの、普通でね。なんかずっとさ、その10の観光地同じ服になるじゃんか。だから私観光中にその途中着替えることもあるから、泊まってる以上に洋服持っていくことある。とりあえず洋服はこれぐらいかな。シンプルに3泊分だけど、こんだけですもんね。なんかいつもね、これね、こっちにもこっちにもパンパンになる感じで持ってくるからさ、もちろんなんか1個じゃ足りんくて2個使う時もあるし。で、この足袋めちゃめちゃ楽で、服入れるじゃん、こうやって。で、ここのプチプチみたいなのついてるんだけど、そう、プチプチをして、こうやってね、で、閉じた方側からこうやってくるくるくるって持ってって、あとはこうやってやっていくと空気が抜けるの。あ、見えた？こうやってね、やると空気が抜けます。掃除機とかいらない。だからめっちゃ楽やで。荷物が多い人とかね、洋服多い人はいいと思います。まあ割とこうふんわりめに入れたら良いと思います。私のさ、キャリーさ、マイメロのやつなんだけど、こっちがペロンってなってて、で、向こう側が紐でガチャンってやるだけなの。向こうの方がさ、隙間多いじゃん、ガチャンってして、なんかボロボロって落ちてくるから、そっち側にこういう圧縮でまとめた服とかを入れてる。あとタイヤの方側に重たいもの入れてるよ。次はもう一個使って、こっちに下着を入れてきます。ゆうはね、いつもこうやって黒パン
くんだけど、抱っことかさ、おんぶとかさしてもらったりとかするからさ、自分で行けない時とかに、そういう時になんか足とかパンとか見えちゃう可能性もあるじゃん。だから黒パンは必ず履いてるの。下着はちょっと今干したりとかしてるから、後でそれを持ってきて入れます。次なんだけど、こっちのなんかベローってなってる方に細かいもの入れていくんだけど、まず重たいものから入れていくから、車椅子用の充電器。そう、私の車椅子は前に車椅子の紹介動画があるから、詳しくはそちらで見てもらえるとありがたいんだけど、電動アシストタイプを外用使ってるのね。自分でこうやって漕ぐタイプなんだけど、自転車でいうギアが張ってアシストしてくれるみたいな感じで、それがあるからバッテリーをね積んでるので、バッテリー積んでるからその充電器が必要で、1泊2日とか2泊3日だったら持ってかんけど、それを超えると持ってきます。だいたいね、3日目4日目はね危ないって感じだから、今回は3泊4日なんで持ってきます。次にこの何トラベルポーチ、ちっちゃい鏡とかピンとかコットンとかシャンプーリンスとか、あと織物シート、私は使う派なので織物シートとかもここにまとめて入ってます。で、あとこれね、ボストンバッグ、これも前目をいいです。これは行きから使うことはあんまりない、帰りにお土産をめちゃめちゃ買うんで、それを1個にまとめて持ってくるのに使ったりとか、帰り荷物が増えるので大体だからそれで使ったりするかな。あと、もし一気に使うってなったら、その行った当日に、では着替えなきゃいけない服とか、衣装とかね。なんかこう、その時に使うけど、リュックじゃ入らないみたいな時は、キャリーケースから出すの大変だから、もう初日に使うのみたいなのをここに入れたりとかするけど、まあ、基本的にはあんま使わない。これは、このキャリーケースが入るビニールなんだけど、車椅子でキャリーケースを運べないから、家から駅までっていうわずかの距離が運べなくて、自分でいつもやっぱ誰かになんかそこの送り迎えというかお願いしてるんだけど、それをねできない、誰にも頼めないって言った時に現地から家に送ったりとかするから、そういう時にスタスタにさ汚れるのが嫌で、こう前色のケースだから、だからそれをかぶせるのに持ってます。あとこれはねめっちゃナイスぴったりな服なんやけど、これはお風呂マット、前にお風呂の動画で紹介したけど、私は普段こういう硬いところに長時間座れないから、まあ、シャンプーとかしてる時もさ割と長いじゃん。だからこういうマットをね置いてそこに座ってお風呂入るんだけど、そのマットです。で本当にもっとでかい低反発クッションみたいな感じでホームセンターに売ってるんだけど、それを A4 サイズぐらいに切ってます。これだとねギリギリ私の使ってるリュックとかにも入るから、リュックだけで1泊2日出張するってなった時も入る。あ、そうそう、今回沖縄だから水着を新しく買ったので、その水着も入れていきます。これもね水着やわ。そう、一応ねなんか2種類持っていこうかなと思って、でこういうのをなんかふわふわしたやつとかも充電器の周りとか上とかに置いて、ちょっとクッション材になるような感じで入れてる。あ、今何時？あと30分切ってるよ。本当はなんかポーチとかにまとめるべきなんだと思うけど、そういうところは雑なんで雑なんで、今これね、アイロンで巻きとね、ストレートと両方持っていくことの方が多いんだけど、今回は巻きの小手だけでいきます。イベント麦はさ、ヘアメイクさんがいるからやってもらえるし、で沖縄だからさ、髪の毛結んだりするって思うよ、これだけいいかなって。で、あとこれ新しく買ったやつ、虫除け、マダニにも効く、お肌に優しいヒアルロン酸 NA 配合の虫除け。本当に肌に優しいのかって感じするねんけど、だってさ、あれやで、ピーチアプリコット虫除けスプレーなんだけど、沖縄さ虫いっぱいそうやん、だから虫除け買ったんやけどさ、ピーチアプリコットの香りって書いてんのこれ逆に寄ってくるんちゃう、甘い香りで逆に寄ってくるとかないかなね、ちょっとどうなんだろう、キティちゃんだったから買った。パックね。パックは、これ。ミニッツマスカーマイドっていうの？これでーす。これをね、今回は持ってきます。今回というか何回か持ってってんだけど、こういうさ、布巻入りとかでさ、プチプチのやつってさ、液がさ、たっぷり入ってるのにさ、プチプチしかないからさ、取り出す時とかに、ね、このプチプチにくっついて、ベタベタするんよね。だから、これをこのまま入れたくなくて、私はビニールに入れてます。あとほんと細かいんだけど、マスクでしょ、このご時世必要なマスク、アクセサリーさ、
普段使ってるピンとか、なんかゴム系とかがまとまってるアクセサリーポーチみたいなのはリュックサックに入れてて、今回の出張で必要なものみたいな感じのアクセサリーとかは、まあ、もう普通に部屋から取って、それだけバンって入れて。で、あと、日焼け止めです。日焼け止めは、いつもね、塗るタイプと、あとこのスプレータイプ持ち歩いてて、今回新しく買ったんだけど、何がさ、日焼け止めいいという正直わからなくて、とりあえずなんか、嘘やんかったっていうのでね、ニベアのディーププロテクト&ケアジェルっていう、なんかジェルタイプの日焼け止め。あとは、その近くにあって、もう純粋にこのパケ買いだよね。アリエルのパッケージでめっちゃ可愛いと思ってさ、これ。これはね、サンカットトーンアップ UV スプレーっていう、なんかね、紫色っぽいのちょっと。だからトーンアップ効果があるみたいな感じ。それの、まあ、スプレータイプの日焼け止めでいいです。ほんとポイって入れるよって話なんだけどね。ちょっとそこは多めに見てもらって。除菌シートね。あとこれね、なんかマッサージなんだけど、こういうマッサージのやつね、これはちょっとインスタに載せます。ここら辺はちょっと化粧品関係なんだけど、最近例えば買ったものとか届いたものとか、なんかそういうのをなんか出張時に持って行ったりとかして、その出張席で写真とか撮ってインスタにアップとかしたいから、家とかで撮ってもいいんだけど、これは家よりもどっかの出張地を背景に撮った方が映えるなって人とかは持ってって撮るから、まあ、そういうのを持っています。別にこれはいつものじゃない。あと、メイク落としね。メイク落としはDuoです。これ洗顔、クレンジングだけじゃなくて洗顔の効果もあるから、これにしてます。1個に済むからね。ビニールに入れるから、ちょっと後で入れる。あとはこうコンタクト。コンタクトはユーメイクのワンデータイプ使ってます。ネットとかだけじゃなくてアイシティとかね、そういった時にも売ってるから斬新だなと思って。であとはこういうアクセサリー類、なんかもう本当に今回のコーディネートで使おうかなって思ったアクセサリーとかをとりあえずババババッとベルトもね入れます。ベルトはまあなんか大きいとこですけど、こういう細かいアクセサリー系はこのネットのとこに入れてます。なんかネットのとこさ、ここいっぱいあるのやばいんだけど、ちょっと汚い。あと今回は上着、羽織のものを2種類持ってきたいから、1個はでくけど、1個は何で持ってきます。サングラスについて、サングラスさ、これ絶対こっち入れたらやばいじゃん。だからリュックに入れてる。袋持ってきた。出張終わりに実家に戻るから、それでちょっと銀行のやつもね入れてきます。銀行カード。あと、パソコン持ってくんだけど、パソコンはリュックに入れてくんだけど、その充電器はこっちに入れてきます。とりあえずさ、こっちは OK かな。だからこっちは OK なんで、これ閉めて、あと15分で出なきゃいけないんだけど、やばい。します。ちょっとね、本当にこっちから行きたいんだけど、こっちの方がいっぱい小物多いから、あっちから閉めます。空港に向かいたいと思います。参考になったかどうかっていうのはちょっと微妙なんですけど、車椅子ユーザーでありながら、まあ出張がね、月の半分くらいは出張してるのかな。結構出張多い方だと思うんですけど、こんな感じでいつもパッキングするよっていう感じを撮ってみました。明日は沖縄でイベントなんだけど、その後はね、観光のする時間も撮ってるので、沖縄 Vlog も楽しみにしてくれると嬉しいです。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。沖縄行ってきまーす。